皆さんに質問です。この中で漫画はどれでしょうか？答えは動画にあります。最後まで見てね。こんにちは。この動画は中級レベルの日本語の聞き取りの練習です。最初から最後まで集中して聞いてみてくださいね。もし中級がちょっと難しいと思う人、大丈夫です。内容も興味深いと思いますので、英語の字幕を見ながら楽しんでください。それでは5分間頑張りましょう。日本を代表するポップカルチャーといえば漫画。皆さん、どの漫画が好きですか？ナルト、ワンピース、銀魂、いろいろな漫画を読んでみたという人も多いと思います。しかし、どうして漫画が日本で有名になったのでしょうか？今日は日本の漫画の歴史について見てみましょう。まず、漫画ってそもそも何なのでしょうか？この動画の最初にこんな質問を出しました。もう一度見てみましょうね。この中で漫画はどれですか？皆さん考えましたか？答えは全部漫画なんです。実は漫画の定義はとても曖昧です。漫画は一般的に面白おかしい絵のことを言います。だから、ただの落書きだって漫画と言えるのです。これはちょっと意外ですね。そう考えると、漫画はすでに大昔から日本にあったと言えます。その始まりは約12世紀から13世紀頃、鳥獣人物戯画という絵が日本で一番最初に作られた漫画と言われています。それからおとぎ草子と呼ばれる日本の古い物語にも今の漫画に似たようなところがあります。例えば、人物の絵の横にセリフが書いてあります。今の漫画の吹き出しのような感じですね。それから18世紀、商品としての漫画が誕生しました。印刷技術の発達によって、簡単に同じ絵を作ることができるようになりました。そのため、より多くの人が漫画を楽しめるようになりました。1700年代後半、漫画はさらに進化しました。葛飾北斎というとても有名な画家がいます。北斎は漫画をたくさん描きました。それらは日本を出て遠いヨーロッパにも運ばれました。そして1800年代後半、日本で初めて漫画の雑誌が作られました。それがジャパンパンチと呼ばれる漫画です。実はこの漫画を描いていたのは日本人ではなく、チャールズ・ワーグマンというイギリス人だったのです。それから1900年代前半、漫画を職業とする人がたくさん出てきました。現在の漫画の基礎を作ったのは手塚治虫という漫画家です。彼のすごいところは漫画にもっとストーリー性を持たせたところです。漫画のキャラクターの気持ちや成長する様子を描き、読む人に感動を与えました。
そして現在、数え切れないほどの漫画がありますね。これからも漫画はきっと日本の代表的なポップカルチャーとして多くの人を楽しませるでしょう。いかがでしたか？聞き取りできましたか？もしわからないところがあったら、字幕やスクリプトを見ながらもう一回挑戦してみてくださいね。今日も動画を見てくださってありがとうございます。動画が気に入ったらぜひいいねボタンを押してチャンネル登録をよろしくお願いします。これからも日本の文化に関する聞き取りの練習の動画をたくさんたくさん作っていきます。楽しみにしていてください。それでは、バイバーイ。